筋肉がなきゃ喧嘩売られちゃうとか、そんなことって、どんな、お前どんな世紀末の世界に住んでるんだよって。ルールル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 。今回ですね、ボディービルダーの筋肉は使えるのか使えないのかっていうことについてちょっと話していこうと思います。僕この前こんなツイートしたんです。ボディービルダーって他の競技をやってうまくいかないと、使えない筋肉って言われる。当たり前じゃん、だって普段練習してないんだもん。ボディービルダーだけ他の競技も上手じゃないといけないと、謎に二足のわらじを履かされるんだよな。つうわかるだろ、バカかハガボって言ったんですよ。ちょっときつめのね言い方でしたけど、まあ、本当にそうですよね。ボディビルダーの筋肉は使えない筋肉だとかよく言われるんですよ。まあ、それについてですね、まあ、僕はどうなんだ、ちょっと違うんじゃないのかってふうに思ったんで、今回ちょっと話していこうと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあまず、使える筋肉使えない筋肉、何を言ってるんですかっていうことについてちょっと話していこうと思います。使える筋肉使えない筋肉論争っていうのはですね、まあ、昔からありますよね。はい、まあ、僕がこんなこと言い出す前からもずっと昔から言われてます。まあ、もしかしたらもう結論も出てるかもしれないけど、まあ、改めて僕の方からも気持ちというか思ってることを言えたらなと思います。まあ、僕も昔から好きで体鍛えてます。高校生の時とか体育の授業でバレーボールとかソフトボールとかでうまくできない時あるんですよ。てかうまくできないことの方が多いんですね。その時に、まあ、歯側の筋肉は使えない筋肉だなんてよく言われたもんですよ。はい、まあ、別に、まあ、バレーボールやソフトボールの競技力やあとパフォーマンス力向上のために僕は鍛えてるわけではありません。ただ好きで鍛えてるだけなのに、まあ、こういうこと言われちゃうわけですよ。まあ確かに僕当時は柔道をしてました。二十歳まで柔道やってました、小学校からね。それに生かすためにっていうのもあったんですけど、単純に柔道に関しては単純に腕力は相手に伝わるし、まあ、少なからず柔道には生かせたかなとちょっとは思ってます。あとこんなことも聞きますよね。筋肉があるから喧嘩が強いだとか、あと野球がうまいだとか。はあ、うぜ。もうやるよ。うん、でね、うん、ちょっと一回止める。はい、消えました。あの時計ぶっ壊したいね、毎回邪魔してくるね。はい、でね、まあ筋肉があるから喧嘩が強いだとか、あと、まあ、野球がうまいだとか卓球がうまいってことありませんよね。よく筋肉がそんなにあったら喧嘩なんて絶対に負けませんよねとか、喧嘩なんて売られませんよねなんてよく言われます。はい、で筋肉がなきゃ喧嘩売られちゃうとか、そんなことってどんな、お前どんな世紀末の世界に住んでるんだよって感じなんですけどね。で、まあそもそも、まあ、僕は、まあ、野球とかソフトボールのその競技のために鍛えてるわけでなければ、あと、まあ普段練習してるわけでもないのに、競技だとか授業とか遊びで、まあ、使えない筋肉だなんて言われても意味がわからないし、わけはわかりません。はい、お前バカだろって感じじゃないですか。で、まあね、それが友達の間とか、まあ、ジョークだったらまだ笑って流すんですけどね、これ真剣に言われたら、いやいや普通、いや普段練習してないから当たり前だろうって思っちゃいますよね。まあ、ってな感じかな。で、次にボディービルダーの筋肉は使えないっていう話をします。さっき言ったように、まあ、ボディービルダーはね、まあ、さっきの投稿でも言ったんですけど、まあ、ボディービルダーって二足のわらじを履かされるんですよね。で、まあ僕はボディービルダーとは言わないけど、うん、まあ、ボディービルダーの方たちってのはですね、まあ、彼らは別にスポーツのために鍛えてるわけではありません。はい、もちろんですよね。まあ、他にやってるっていうんだったら別ですけど、まあ、自分の求める体、目指す体、目標の体っていうのを追い求めて、まあ、ボディービルのコンテストでその体を披露するために彼らはですね、日々鍛えて時には厳しいダイエットなんかをしてるわけです。なんかのきっかけで他の競技やった際に、まあうまくできなかった時はですね、ひどいもんで、まあ、使えない筋肉、ボディービルダーの筋肉は使えない筋肉だとか言われちゃうんですよね。はい、そりゃそうだって、できないなんて当たり前じゃん、普段練習してないんだもん。例えばね、例えば、まあ、バレーボール選手にですね、まあ、いきなりサッカーを
やらせるとしましょう。そしたらうまくできると思いますか？初めてサッカーやる人、初めてじゃないだろうけど、いきなりバレー選手にサッカーをやらせる、野球をやらせるって、うまくできるわけないじゃないですか。はい、できないでしょ。そりゃそうじゃないですか。当たり前ですよね。うん。でもそんな当たり前のことがボディービルダーの前では分からなくなってしまってるんですよ。こんな当たり前なのに、普段やってないからうまくできないのは当たり前なのに、ボディービルダーの前ではそんな当たり前のことが分からなくなっちゃうんですよね。でもバレーボール選手には、まあ、使えない筋肉だとか、お前バレーの時鍛えてるのに全然使えてねえじゃないかその筋肉って言わないですよね。変ですよね。本当に変だと思う。でもしまいにはですね、しなやかな筋肉だとか、あと柔軟性のある筋肉だとか言い出します、ある人は。はい、まあなんとなくね、なんとなく言いたいことは分かるんですよ。なんとなくってか、もう普通に分かるんですよ、言いたいことは。まあ、しなやかな筋肉とか、あと柔軟性のある筋肉とか言っちゃうような人は、まあ手術でもしてですね、まあ体に人工関節をたくさん入れてくださいって感じですね。はい、はい、はい。じゃあ次にですね、ボディービルダーは力が弱いのかっていうことについて話していこうと思います。まあ、ボディービルダーの筋肉は見せ筋だという言葉をよく聞きませんか？まあ、見せ筋っていうのは見せかけの筋肉という言葉の略ですね。で、一体何がきっかけでこんなことがね、こんな言葉が生まれたのかっていうふうに思うわけですね。僕の予想なんですけど、そんなビルダーいないです。力が弱いビルダーなんて。まずそもそも、大原則で筋力はですね、筋肉の大きさに比例します。これはもう大原則です。ボディービルダーは、まあ、トレーニングのプロですよね。はい、まあ、これ人にもよるんですけど、まあ、ボディービルダーは基本的にトレーニングするのがうまいです。はい、なんで、まあ、軽い重量で筋肉にですね、うまく大きな負荷を与えることができるんです。少ない軽い重量で筋肉に大きなダメージを与えることができる。まあ、僕なんて上腕50センチありますけど、まあ、バーベルカールは基本的に30キロぐらいで行ってます。重量イコール、時には重量も扱うこともできるんですけど、軽い重量で十分効かせることも可能です。はい。まあ、それを見た素人の方がですね、まあ、体の見た目の割には軽い重量を扱ってトレーニングしてんなと思って、こんなことを言い出したんじゃないかなと僕は推測します。で、まあ、ズバリ言いますね。ボディービルダーはみんな力が強いです。はい、見た目相応の筋力はみんな備わってます。まあ、正直言うとこれ以上言うことないんですよね。はい、もうこの言うことない。まあ、とりあえずね、そういうことです。はい、ということでまとめに入ります。筋肉は偉大だっていうことですね。つまりはそういうことです。だって特別扱いされちゃうんですよね。特別に見えちゃうんです。まあ他の普通の人が、まあ、パンピーって言ったらあれですけど、普通の人が失敗しても何も言われないんですよ。だけどボディービルダーの場合だけ何も関係ないのに特別に見えちゃう。良くも悪くも目立ってしまうってことなんですよ。でも、もう僕は今回言ってきたように、まあ、ボディービルダーの筋肉はスポーツに使えるか使えないかだなんて、まあ、そもそも普段からそのスポーツの練習をしてないのだからできるわけがないじゃんっていう話なんです。当たり前じゃないですかね、そんなのね。でも野球選手にいきなり柔道をやれって言ったところでね、まあ、何もできないだろうし、まあ、そもそもうまくやれっていう方がおかしいんですよね。で、まあ、そんな当たり前な常識な話なのに、こんなことが分からなくなってしまうんですよね。もう重症ですよね。言い過ぎたかな。はい、でも、まあ、筋肉ってそんな当たり前のことすら忘れさせてしまうほどの存在感があるっていうことなのではないでしょうか。ちょっと言い過ぎたかな。うん、でもね、そうだよね。特別に扱いされちゃうもんね。うまくできないと変なこと言われちゃうんですもん。使える筋肉、使えない筋肉だとか言って。まあ、ボディービルダーの力が弱いっていうことに関してもそうなんですけど、全くそんなことはなくてですね、まあ、筋肉のコントロールがうまいがために、まあ、軽い重量でも筋肉に大きな負荷を与えてトレーニングすることができてしまうんですよ。ボディービルダーっていうのはうまいんで。なんで、まあ、例えば僕も、学生の頃は100キロ近いバーベルでアームカールやってました。バーベルアームカールだけど、今は30キロとか扱っても40キロとかそんなもんすよ。なんであの頃はこんな重量扱ってたんだろうってよく思います、僕も。なんで、まあ、経験を重ねていく
ごとにトレーニングも多少上手くなっていくんで、まあ、そういうことなんですよ。軽い重量でも大きな負荷を筋肉に与えることができるんです。トレーニング上手い人はね、まあ、ボディービルダーじゃなくても、フィジーカーもそうだし、他の競技やってる人もそうだし、トレーニング上手い人はみんなそうなんですよ。軽い重量で筋肉に大きな負荷を与えることができます。そんな上級者のねトレーニングを見た、まあ、素人の方が、ね、まあ、ボディービルダーの筋肉は力がないっていうふうに勘違いしてしまって、周りに言いふらしてるんじゃないかなと僕は思ってます。ってことで、まあ、ボディービルダーは見た目もさることながらですね、まあ、どうしても目立ってしまう、変なもの扱いされちゃう変な噂も絶えないですよね。はい、ねえ、まあ、しょうがないですよね。目立っちゃうんですもん。しょうがない、しょうがないとしか言えないですよ。まあ、ボディビルダーの筋肉が競技に適応できないのは普段練習してないからだけっていうことと、まあ、ボディビルダーは普通に力が強いっていうことは今回の動画で強く言いたいし、まあ、これが今回の動画のまとめであります。結論です。言いたいことですね。はい、だからもう皆さんも、ね、変なこと言わないでください、これからね。ってことで今回の動画は終わりになります。はい、今回も最後まで見てくださってありがとうございました。はい、じゃあまたね、バイバイ。とっとこ食べるよ歯型ろう、どこでも食べるよ歯型ろう、大好きなのはバナナと卵、ルールルール。